小仙さんありがとうございました、ありがとうございました。湯気小仙イベント、小仙祭、こんばんは。ミキヤくんありがとう、ギフトありがとうございます。ヤスルパンさんもありがとうございます、ありがとうギフト。半袖寒いな、ちょっと上着取ってこよう。よいしょ。裏起毛を着てたら暑いんだけどね。こんばんは。さっきまで長袖着てて暑かったから脱いだんですけど、結局よいしょ。うどんさんお疲れ、ありがとうございます。黒い服を着るという、こんばんは。よし、卵サンドさんお化けありがとうございます。風邪ひいてないですよ、半袖で行ったら寒かっただけです。でもね、今日暑かったんですよね。24度ぐらいあります。今もうどんさんかわいい、ありがとうございます。ね、でも朝めっちゃ寒かった。だから朝は裏起毛を2枚重ねていったんですよ。朝早朝6時7時とか。でも昼間暑すぎて裏起毛を2枚でいったから、裏起毛を脱いでも裏起毛だからめっちゃ暑かった。裏起毛でリハーサルも裏起毛でしてめっちゃ暑かった。そう、裏起毛からの裏起毛で行った。朝20度ぐらいしかなかった部屋。こんばんは。ね、寒かった本当に。美味しそうなの飲んでる。ルイボスティーです。ケイセキさんお化けありがとうございます。ね、朝は寒すぎた。似合う。
約束通りツインテールにしました。ツインテール、高めツインテール。どんなライブでしたかって、めっちゃもう学生さんがそう、すんごい盛り上げ、学生さんの熱量がすごかったです。なんか手振ってきて振り返したらキャーみたいな、すごかったです。熱量ノリノリのノリノリすぎるです。そう、学生がもうパワフルすぎてファンの方の顔が引きずってた。そう、学生がパワフルすぎてテンションについていけませんでしたね。全然楽しそうな顔してなかったもん。顔死んでたから、いっぱいレス送ったのに。だから奈良さん可愛い、ありがとうございます。若者の熱量がすごすぎてファンの方の顔が引きずってた。こんばんは。いつもライブにいる顔じゃない顔してたから。服部さんありがとう、ギフトありがとうございます。こんばんは。ブンさんかっこいいギフトありがとうございます。こんばんは。学生さんに押されたね、すごいですよね、パワフル。いつもと違う種類の人に囲まれてましたね。どうでしたか、若者のパワー。若者が楽しそうでいいライブでした。どっから目線なのそれ。あの女子も結構いましたね。こんばんは。フジヤンさんお化けありがとうございます。ああいう盛り上がり方いいですねって、あ、よかったんならよかったですわ。楽しめてたな。でもなんかカラオケ大会とかもしてたじゃん、見た外も。カラオケ大会がずっと控え室に聞こえてて、そう、だからそれを聞きながらメイクしてもらいながら、楽しそうですねってメイクさんと話してたので、楽しそうですねって言ったら、そう思い出したらもう年だよって言われて、楽しそうですねって、そういう言い出したらもう年だよって言われたから、でももう高校生と6歳も違うから年ですって言ったら、え、そんなに言ってるのって言われて、今何歳なのって、いつもいるメイクさんに。で年齢言ったら21か22かと思ってたって言われて嬉しかった。え、21か22だと思ってたよ。そんなに言ってるわ。さ、でもさ、
ひどいけどポジティブに捉えると、え、見えないってことじゃん、言い換えると。そんなに言ってるのにとっさに出た言葉は、え、見えないってことじゃん。だから見えてなかったらしいです。21とか2に見えてたらしいから。こんばんは。そう、女子大生に見られた。いつもやってもらってるメイクさんに。いいね、翼欲しいさん、ありがとうございます。だからまあ嬉しいです、若く見られてたから。おめでとう、ありがとうございます。でも湯気商船の今日行ったところは5年生らしいので、20歳で卒業って言ってたので、言って、まあ、4歳しか変わんないかな、4年5年生だと。奈々さん、タコありがとうございます。そう、最後に写真撮影をした時に、あの実行委員会みたいな方々と、そう、マネージャーさんが聞いてて、じゃあ20歳で卒業なんだって、で卒業したら船乗りになるのって聞いてて、まあ学科によりますけどみたいな感じだったんですけど、すごいね、船乗りとかさ超かっこいいじゃん。何があるんだろうね、他船乗りと。学科によるって言ってた。ね、学校のポーズが出航だった。なんか何のポーズしますかって。整備士とかか、作る方もいけるのか。偉いよね、だから夢に向かって勉強してる若者だから素晴らしいなって思いながら。出航だったやん。いや STU に合わせたわけじゃないんですよ。ポーズ何がいいっつったら、じゃあ学校のなんかこれでみたいな、船のじゃあ出航だねみたいな。ね、すごいなって思いました。こんばんは。船がみんな好きなんかな、海とか船とか素敵だね。うどむさん、かわいい、ありがとうございます。学食は食べてない。お弁当結構豪華だった。後でメールで送ろう。屋台は何食べたっけな、チュロスの蜂蜜食べました。お弁当で結構お腹いっぱいになったから、屋台はそんなに。今日は休み。あ、そうなんだ。なんか愛媛のお仕事の時のお弁当って、ね、毎回豪華なんですよね。なんか正方形の。でっかいやつ。アイナの時もそうだし、松山とかの時も、ツアーとかもそうだし。
めっちゃ大きいんですよ、四角の。豪華なんですよ、愛媛のお弁当。どこ行っても愛媛の仕事。愛媛の優しさなんかな、分からんけど、愛媛で軽い弁当屋がないんかなって逆に思って。弁当といえばなんかしっかり、毎回なんかもう9ぐらい小分けがあっていっぱいおかずが入ってる正方形の大きいやつ、愛媛。本当にそれが出てくる確率高い。アイナンもそうだし、この前のどっかもね。カプレさん、かわいい、ありがとうございます。愛媛の弁当美味しいんですよ。でもメンバー、他のメンバーもそれ言ってて、愛媛ってお弁当美味しいよねって、四国じゃないメンバーが言ってたから嬉しい、気づいてくれてる。私は愛媛出身だから意識してさ、阿部と愛媛豪華やなって思うけど、県外のメンバーも気づいてるっていう。愛媛の弁当って美味しいイメージあるって言ってて、こんばんは。まあお弁当豪華でした。こんばんは。お弁当大事ですよ。お弁当来たら嬉しいですもん。お弁当。出店は行ってないね。今日はお弁当を先に食べたからね、みんな一個ずつぐらいしか頼んでなかった。出店弁当、ハッピーハロウィンオムライス作った、見たよ。ハロウィン引きずりすぎやん。今日はタワーのお礼、たけるくんの各日唐揚げ美味しかった。え、写真見るからに美味しそうだった。カリカリ系でしょ、カリサクみたいな、サクみたいな、カリッとサクッと。美味しそうだったね。チュロスしか食べてないよ。こんばんは。唐揚げめっちゃ勧められてた。そうなの、いっぱいあったんかね、在庫が。真ん中で見てました、ありがとうございます。かっこいいギフトありがとうございます。こんばんは。たけるくんハロウィン配信に来てなかったよね。盛り上げる準備しておきますとか言ってて
間違えた。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。昼はダメだよ、夜のカラオケ配信に来ないと。くん、お化けありがとうございます。コスパがいい。フェリー一瞬だけ乗ったよね。フェリーなんか乗ったか乗ってないかわからんぐらいの一瞬。え、フェリーめっちゃ短かった、マジ一瞬だった。なんか乗ってるか乗ってないかわからんぐらい。車のエンジン切ったらすぐ着いたね、短い。こんばんは。車のエンジン切ったらすぐ着いたってコメントが2個あるんだけどね、わかる。私も船乗ったんかなと思ったら、なんかスムーズすぎて乗っとんかもわからんかった。揺れないし、車に乗っとったけんか、あれみたいな。気づいたら着いてた。エンジン切るの忘れてた。そんなレベル？切らなくてもいいんじゃない？私の乗ってた車両も切ってなかったもん。こんばんは。明日湯気島。なんで明日？アダムスミスさん、タコありがとうございます。間違えた日付、ごまかそう。
まだ未だにおはようメールも10月って言ってしまう。よし、書けました。こんばんは。なんかシンプルな気する。ちょっともうちょいデコるか。シンプル。こんばんは。よし、書けました。タワーの俺。じゃあ字を脱いであげよう。よいしょ。この1ヶ月半ぐらいワクワクさせてくれてありがとうって。そんなね。はい、ありがとうございました。ね、切るとこ変になったんよ。ここ足りんくなった。はい、めんどくさくて遅くなったんじゃないよ。開業だってさ、サイン先に書いたんですよ。だからスペースがなかった。じゃあこれここで切ったらさ、めんどくさくてお礼遅くなったになるじゃん。これ確かに開業ミスってるわ。めんどくさくてお礼遅くなった。
違うよ、なったんじゃないよって書いてるからね。サインがね邪魔で書けなかったんですけど、たまたまですこれは。スクショ取れました？なるほどね、確かに。いや開業変なとこでやっちゃったなと思ったけど、確かに文章出来上がってるわ。ここで気づかんかった。来ましたよ。今日はっていう日もさ、いや今日はダメみたいなのあったからさ、逆にあなたも昨日もさ、昨日だっけ一昨日だっけ、いや今日はちょっとみたいな、そっちも伸ばしたからね。言っとくけど、ことでした。ゆうちゃんきのこありがとうございます。よし上着着よう。半袖ちょっと寒いね、やっぱ朝と夜は寒いですわ。24度あるんですけどね。結果的にいい服装を用意してもらって感謝してアルバム買いますって、イエーイ。モチベ上がった？へえ。逆に変わってる、変わってるね。湯気に来るなら前もってお知らせいただいてたらって、お知らせしたよ。学祭速攻元気指差しあざしたって、お一番元気だった方だ。ありがとうございました。ね、配信でも結構言ってたから、3日は愛媛でタイミングが悪かったんかもね。ツイートもしたし。こんばんは。まあ近々愛媛行く予定はないかな。学生と仲良くなったけどあいつらパワーありすぎてやばいってね。だって一番最前にいたよね、学生優先で。なのにすごいね、あのパワーについていけるのすごいよ。よろしくマーモース。 2,3 曲いませんでしたか、隠れていましたかって。だって下手だったもん。 あんな下手にいられたら見えれないですよ絶対。下手すぎて。スピーカーの奥にいたじゃん。
そう、今回は下手が多いよって言ったじゃん。多分ヘビーローテーションとか全く見えてないでしょ。スピーカーの裏。こんばんは。でも自由に選べるのにあそこを選ぶ人いないから、普通スピーカーの影。そう、私はあのセミローテーションとかは右の後ろの2とかだったので、スピーカーの裏です。あなたのとこから見るとあんなとこ選ばんでしょ。ライブ会場の電柱の後ろの席みたいなもんですよ、あれ。なんであそこにいたんだ。下手でちょっと後ろ下がったら見えない。こんばんは。でも思ったよりめっちゃ人いたよね、写真見たら。写真ミンクとも言ったけどさ、写真で見るとさ、よりなんか伝わる。こんばんは。目で見るよりも写真の方がいっぱいいるように見えるな。埋もれてた。ね、見つけたよ。こんばんは。ね、後ろまでいましたよ、体育館の。こんばんは。ね、写真も公式でアップされたので、でも顔めっちゃ暗いけど、照明の関係で。高めのツインテールかわいい、ありがとうございます。ガーリーのチャージ、そう、リボン付きです。コスプレしてる方もいたね。体育祭じゃないわ、文化祭ですからね。めっちゃ楽しそうだったね。結構人多いんかな、クラスの。絶妙に映ってしまい、あ、映った、よかったじゃん。ね、でも人が多いから右取って左取って真ん中取ったので、真ん中だけでもいけたね、いつも通り。全然、あ、全然映ってるじゃん、微妙にっていうか。あれ、なんか寄ってきた、広角。もっとスピーカーに隠れてたよね。写真撮影の時だけ寄ってきたんか。ね、3箇所撮ったけど全然真ん中のだけでも映ってる。ね、でもメンバーの顔暗すぎるよね。仕方ない、体育館だからね。
や、やあやあ。第二体育館ね、第一とかもあるってことでしょ。その感じだとなかったらなんでやってられるよね。こんばんは。すごいね、体育館2個ってことでしょ。ここで運動部にこれ出向。バクバクしてた。でも全部なんか湧いてくれてたよね。知らない曲がほとんどだろうに全部盛り上がってくれてた。学生ヘビーローテーションと会いたかったくらいしか知らないだろうに。きっとこんばんは。結構表題でもないですから。あと奇跡という名のストーリーとかしましたね。無謀と生きここと夢力。こんばんは。知らない曲でも開けるのかオタク。すごいね、すごいですわ。ファンであることを隠してる学生さんいらっしゃったかもね。多分さすがにあれだけ人がいたらね、知ってる人はいるんじゃないかなと思うけど、 STU のこと。でもなんか実行委員の方と最後に写真撮った時10人ぐらいと集合写真、ショールーム見ますって言ってたから、そうオタクじゃんって、ね、言いました。いました。ショールーム見ますは結構 STU ファンじゃないと、STU がめっちゃショールームしてるからさ、絶対 STU ファンじゃんねと思った。でも誰か好きな人とかがいるから呼んでくれたんじゃないかな。 STU いいじゃんみたいな。結婚して持ってたお兄さんじゃない、何も持ってなかった。ショールーム見ますはもうガチだよ。もうね、多分アンケートとか何かしらあると思うよね。だから知ってる方は何人かいるかも。こんばんはね。でも学祭楽しかったです。こんばんは。学祭楽しくて、愛媛の学祭はいつなんだろうと思って調べたんですよ。そしたら松山大学は11月10何本の土日だったな。いつになるんかな。愛媛大学は90、そう大学祭16、17か。おいもちゃん、かぼちゃ、ありがとうございます。出ません。だから誰が出るんだろうと思って調べたらヤングスキニーさんで、でもチケットも3,500円、4,000円って書いてて、あ結構普通にするんだと思って、チケットそっと閉じました。無料だったらね
普通にする4000円とか買えてたから、普通のライブ行けるぐらいのそっとでしました。無料じゃなかったね、無料のイメージあったから、そう誰か有名な人来るかなと思って4000円とか書いてた。高級、こんばんは。まあ、ヤングスキニーさんは大学生受け良さそうだから、愛媛に来てくれるんだったら行く人はめっちゃ多いだろうけど、ちょうど大学生受け良さそう。こんばんは。個人って逆オファー、まあ20分ぐらいでいいからさね、ちょっと逆オファー何しようかな。でもモップさんかわいい、ありがとうございます。ミニミニライブ、ミニミニ、会いたかった。でも一人で行ってもあれだから、6人でライブがいいね。やっぱライブの方が楽しいじゃん、トークショーより。トークショーって何するんだろうって思ったんだよね。やっぱアンケートかな、アンケート出しに行かんといけない。 STU48、 トークショーって何するんだろうね。なんかトークショーってよくあるじゃん、芸能人の方の。行ったことないんだけど、まだトークショーってどんな感じなんだろう。何喋ってくれるの、質問コーナーとか。何をそんな1時間も2時間も喋ってくれるんだろうみたいな、公演の MC みたいな感じ。なるほどね。トークショー。こんばんは。手遊び歌、手遊び歌する。保育園の先生、はじめまして。胸抜きちん、胸の学園祭一人でカラオケめっちゃ歌ってる人いたけどさ、ずっとメイクしとると聞いとって、すごいよね。一人でさ舞台に立ってさ、みんなの前で歌うってめっちゃ勇気すごいよね。めっちゃ心許した人としかカラオケ行けんかも、歌えない。そんな一人で歌うなんて、カラオケ祭典みたいなやってて、すごいよ。それだけ仲がいい学校なんだなって、素敵だよね。みんな仲良くないとできないじゃん、空気悪かったら。
ばんは。暖かい空気なんだろうなっていう。みんな笑ってくれるし、歌いやすい環境なのは素晴らしいです。チュインテールです。チュイン。こんばんは。マイラのようなよそ者も迎え入れてくれてて、でもめっちゃすごかったよ。超丁寧だった。なんか実行委員の代表の女性の方とかすごかった。どうぞよろしくお願いいたしますみたいな、本日は遠いところからお越しいただきありがとうございますみたいな最初の挨拶めっちゃしっかりしてる。実行委員の先生みたいな方もすごかったし、代表で3人の方が来てくださったけど、すごかった。すごい学校だなって。一人ずつ本日は遠いところからお越しいただきみたいな、すごかったです。丁寧。こんばんは。遠くないけどね。なんか4時間とかの移動が結構あるから早かった。めっちゃ結構早く着いた。2時間くらいで着いたから、もうちょっとみたいな、早みたいな、もうちょっと乗っときたいよみたいな。4時間とかが4時間になりすぎて、2時間が一瞬過ぎて、みたいな、もうって早かった。まだ広島県かと思ったらついてましたね。大げさや、言い過ぎちゃう。こんばんは。チャックが閉まらん。閉まった。家出たらついてましたって。早っ。4時間。タカさん、お菓子ありがとうございます。今日は近かったですね。だから早かったです。近場でした。東京の原田で会えると思ったんだけどってね。私も3分の2お仕事とかぶってたので、意外と。モマさん、かぼちゃありがとうございます。髪層緑いいな。こんばんは。まあまた行く機会あるさ。今日行きたかったけど体調悪くて諦めました。あら、お大事に。風邪ですか、咳。
5周年はカメコしたいって。ぜひぜひぜひ。2期の5周年とかもどうですか。松山の大学祭行く予定ないです。ないです。16仕事だ。辛さ強くなってきた？いいじゃん、長生きしようね。わっ、ぶつけた。最近のあの文化祭のやつで90何歳の方がめっちゃ元気に歌を歌ってらっしゃって、そう、長生き、立ってから普通に歩いて90何歳ですみたいな。すごい元気そうでしたね。やばいよね。ネタバレだからあんま言えないけど、90何歳の方普通に自分で歩いて自力で、で普通に歌も歌ってて、なんかどうしたらそんなに元気に長生きできるのか本当に知りたい。なんかどこでそのね、足腰悪くなるおじいさんおばあさんと悪くならないおじいさんおばあさんの違い知りたい。そう、それ知ってばあちゃん長生きさせるのって、まあもう今からじゃああれかもだけど、日頃の畑仕事やっぱ大事だよね。やっぱ趣味があるといいよね。趣味でおばあちゃん同士で集まるみたいなのがあるといいよね。コーラスが趣味でおばあちゃん同士で集まるとか、毎朝モーニングおばあちゃん同士で行ってますとか、そういう交流大事だよね本当に。だから友達大事だなって思った。おたかつもだから、おたかつ友達も大事です。おばあちゃんになっても友達がいたら外に出る習慣があって、やっぱ家にいるおばあちゃんとは違うなって。だから趣味も友達も大事だし、毎朝モーニングに行ってるおばあちゃんとかいるの？モーニング行ったらおばあちゃん同士で、結構なおばあちゃんモーニングにいるんですよ。だからこういうおばあちゃんすごっと思って。だから友達必要ですよね。ミレニアムベイビー、そうです、2000年生まれってこと。夫婦か、確か夫婦じゃ、おばあさんもいつかライブに招待しましょう。私のおばあちゃん結構足腰悪いので、どうでしょう。こんばんは。2000年生まれです。2000代ですから一応。おたかつは若い人とワイワイできるからいい。でもそういう交流も本当に大事。そういう交流してる人としてない人だったら、やっぱしてる人の方が長生きする可能性もあるし、趣味大事。Y の
下の息子と同い年、息子と同い年、すご、息子めっちゃ大きいじゃん。いやいや、ケンジさん、かわいいギフトありがとうございます。ミキヤくんタコありがとうございます。まあ90歳ぐらいまでは生きないとね。こんばんは。寒いね、やっぱ夜は寒いよ。90ぐらいに孫とハワイ行きたい。え、そんな体力あるかな。それはちょっと無理かも。こんばんは。孫と家で遊ぶぐらいしかできない。孫の顔を覚えるのがやっとですわ。こんばんは。家です、池じゃないです。90歳で孫じゃなくない？孫はもっと早いでしょ。ばあちゃんってことやもんな。孫欲しいけど奥さんいないって、それはもうどうしよう。ツインテールかわいい。そう、ツインテールです。俺の嫁やめてください。早ければ40で孫できる。それ早すぎない？そんなもんか。いや、あー、超早ければか。それは無理だ。やめてくださいって聞こえた。みきやく、俺の嫁やめてください。このタイミングでやめてください。ゆうさん、愛してるギフトありがとうございます。40は無理でしょ。もう私のお母さん過ぎてるし。無理じゃない？あの、お母さんも早く結婚せんといけんのか。知ら、知ら、知ら。家系ラーメン、家系ラーメンとかあんま分かんないんだよね私。好きってことにしとこうかな。ラーメン好きだけど、なんか
何系とかあんま分かんない。娘が10代で子供作ってきたら泣きそう。マジ？早く孫見れるじゃん。私は全然 OK。 まあそれもそれでいいかっていう。何でも受け入れ。家系ラーメン？でも最近私ラーメンよく食べるんですよ。でも何系とかわかんない。こんばんは。あの道ラーメン食べました今日。さっき二郎のインスパイア食べてきて満足。ラーメン、私昨日か一昨日もラーメン食べた。やばい。だから今日は定食屋に行きました。サラダとかついてるから、サラダと白米とお味噌汁と唐揚げと卵みたいな健康的な。キャベツついてるので、なんか軽くなんか食べて帰ろうって思ったらラーメンになっちゃうんですよ。でもラーメンって絶対体に良くないから。定食を食べました。ラーメン軽いよ。しかも出てくるの早いし、軽く食べて帰ろうってラーメン行く。細麺派。こんばんは。文吾さん、きのこありがとうございます。まつげ、まつげ見えてる。太麺が好き。太麺だとなんかうどんとあんま変わらんし、なんかうどんっぽくてやだ。かわいいギフトありがとうございます。ラーメンは細麺派です。咳止めたいけど何が効くかなって。何が効いたかな。マジ何も効かないよ。私もそれ2週間前ぐらいにかかったけど本当に何も効かない。咳止めのシールみたいなのも貼ったし、薬もいっぱい飲んだし、病院の薬も飲んだし、もう咳になれるしかなかった。マジ何も聞かない。本当に何も聞かなかったね。一番効いた薬とかね、教えたいとこですけど、何もないですもん。何もない。なんか貼るやつとかあるよね、咳の。いろいろ本当にしたけど、喉スプレーとかもしたし、特になんかこれが良かったみたいなのはなかったです。こんばんは。
でも貼るやつあれ不思議だよね、貼って意味あるのみたいな、シールみたいなやつ、なんか皮膚からさ浸透するらしいけど本当かなみたいな。気持ちの問題じゃないみたいな。でもお母さんが聞くからって言うから、薄っぺらいペラペラのシールを貼るんだけどさ、あれの効果高くして保湿して早く寝ます。そうだね、早く寝てください。でも横になったら咳ひどくなるくない？こんばんは。咳ひどい時は寝るの嫌すぎて、もう寝ても起きるし、数分おきにもうソファーに座ってた夜中。そこまで行ってない？そう、座ってる方が楽です。なんか赤い服を普段着ないから体育祭のあれ着てるみたい。体育祭のクラスティー。ヤスルパンさん、かわいいギフトありがとうございます。体育祭のクラスティーを着てる気分です。だいたいクラスティーって赤青黄色じゃん。青黄色、確かにヤンキー、確かにヤンキー、赤ジャージに見える。今日の夜ご飯は愛媛じゃないです、普通に広島で食べました。赤組、水色だった。大体赤青黄色チームに分かれたりするしてた。まあピンクとかも水色とかオレンジとかも。ネックレスがメガホンに見えてきた。確かに運動部、運動部マネージャーみたいな。赤、青、緑、へえ、黄色じゃないんだ。マネージャー募集してました。湯気商船じゃなくて、どこの？STU。 部活のマネージャーか。STU を募集してる、なんか常に募集してるイメージはあるね。常に募集してるイメージはある。
ジェクトマネージャー。しょっちゅう交代してるイメージ？え、でも交代はしてないけどね、どんどん増えてってるって感じ。確かに確かに、私が入ってからもう 10人ぐらいはマネージャーさんいたかも。結構いたかも。もっといた。いつもの方誰だろう。うん、あの方か。こんばんは。10人って少ない？多い？わかんない。もっといたかも。入れ替わり確かに激しいかも。めっちゃ、まあ大変なお仕事ですからね。意外とやってみたらきっと。こんばんは。大変だもんね。ね、大変だと思うよ。いつメンバーから LINE 来るかもわからんし。休みの日が休みじゃないじゃん。 LINE 来るかもしれないっていう。メンバーの世話せんといかんし、スケジュールもちゃんとせんといけんし、もっといっぱいいろんな資料も作らんといけんし、大変ですよきっと。メンバーから LINE 来たら嬉しい。そんな LINE じゃない、業務的な LINE だから。なんとかどうなってますかみたいな。何日は何ですか。こんばんは。眠たくなってきた。最近明るくなるのが遅いから、すごい早朝に出た気分です。早朝に。今度ご飯で聞いてくれませんかって。そんなのないですよ。逆になんか案件があった日にメンバーとご飯行っておごらされるっていう、そんなんです。今日はプレゼントを一つ受け取ってきました。一つ。こんばんは。夢がなかった。夢なんてないですよ、仕事ですから。そう、メキヤ君、なんだろう。え、経費じゃないですよ、実費です。
県外の案件とかあったら夜ご飯マネージャーさんとかメンバーで一緒に行ったら、名前書いてる書いてる、僕のだよ。ハロウィングッズ、ハロウィングッズもういらんな。パモのシール貼ってる、もったいな、こんなところに。いや、これか、パモのステッカー、かわいい、かわいいからもったいないと思ったら入ってた。余ったもったいなくない、ここに貼ったら。モバイルステッカー、携帯に貼れるやつか。パモ、今日の靴下パモです。あ、モモンガの靴下、私今日靴下パモ。見せれんけど、ちょっと足上げれない。そしてこちらパジャマ、ここにも貼ってるじゃん、もったいないじゃん。シール剥がせるかな。このビニールさ、あとパジャマ、マイメロ、なんか前もマイメロのパジャマくれんかったっけ、夏用のパジャマじゃないか、ブランケットか、ブランケット、ブランケットでした。なんか前にもさ同じようなのもらったよね、マイメロの夏用のマイメロがいっぱいのやつ。あ、キルモーフ、じゃあパジャマか。ツインテールが似合います。前もこういうのもらった気する、ブランケット、キルモーフだった。イエーイ、パジャマの洗い替えだね。こんばんは、マイメロ。見てみよう、キルモーフか、もうそんな時期か。ボタン、ブランケットみたいだね、ブランケットになりそう。こんばんは、キルモーフ懐かしい。そう、去年キルモーフさ、なんか流行ってたじゃん、なんか世間的にも。ニトリのキルモーフ売り切れみたいな、完売みたいな。キルモーフ探したもん去年。開いた、ボタン開きました。じゃあこれ脱ご、脱ぎます。去年流行ってたんよ、キルモーフ。電気毛布？早っ、それは早いんじゃないかな。静電気すごそう、確かに。マイメロディー、ブランケット羽織っとるみたいじゃない？いい意味で。もういいね、なんかめっちゃごついわけじゃないから今の季節から着れそう。
あ、すごいパジャマだな。めっちゃパジャマだった、着てみたら。こんばんは。めっちゃパジャマ。バスローブみたい。めっちゃパジャマ。めっちゃパジャマでした。カッパ。こんばんは。コンビニ行けそう。え、目立たない逆に。こんなガラガラ着てたら。部屋着。パジャマすぎない？コンビニ。ドンキか。まあ人目気にせんかったらまあ行けなくもないけど。コンビニこれきついやろ。夜中しか行けないよ。あまりにもパジャマだ。ということでプレゼントありがとうございました。ミキヤ君、夜中なら行ける。人と会わなそうじゃないっていう。店員さんだけなら。ミキヤ君ありがとう、ありがとうございます。今日発送した、マジ楽しみ。いつ受け取れるかな。こんばんは。前メロ隠れちゃってるよ。似合う。ノリのいいおじさんならいける。まあ夜なら許されるね。パジャマで来たんかな、手上げで来たんかなぐらいで。服部さんかわいい、ありがとうございます。コンビニぐらいなら。もう帰宅しております。早い。早い。まあステージ早かったですもんね。今日13時半でしたから、2時過ぎには終わったんかな。2時半、2時過ぎ。私の布団も前メロ。前メロ好きなの。マイメロね。マイメロいつ見ても可愛い。にっこり。明日の朝着きます。早っ。え、祝日でも着くの早いね。私の布団は前メロではありませんって。はい、まあ大体がそうだよね。キャラモロの布団、キャラモロの布団か。でも私のお父さんとか弟はお母さんが買うがままに使ってるからキャラモロですね。お父さんミッキーとか使ってた気する。弟は何だろう、すみっこ暮らしとかかな。ね、お母さんが買ったやつなんで自分で買わないから、お母さん買ってきたやつ作ってる。すみっこ暮らし。
可愛いとこある弟でしょ。弟可愛いですよ。自分で物買わなくてお母さんが全部買って持っていくけん、いろんなキャラが集合してる弟の部屋。ゴン箱は黒みみたいな。お母さんが一番くじで買ったやつ、なんか黒みの置いてあったり、キッチンにキャラものがちらほら、一番くじのやつとか、布団もキャラものだし、嫌がらんの可愛いよね。普通嫌がるじゃん。キャラの渋滞ですよ。キッチンマットも隅っこ暮らしとか。ポケモンいないね。そう、嫌がらずに使ってるんで、まだ心が優しいのか本当に何も気にしない人なのか。そう、買ってきてお母さんが設置したらもうそれをそのまま使うみたいな感じ。みんな、お父さんも。女子家に呼べなくないって。え、そうだから本当に女の子いないんだなって、ね、キャラものが消え出したら察します。女子が強い家、そんなことはないんですけどね。何もできない男軍って感じです、それを言うより。こんばんは。キッチンマット隅っこ暮らし、かわいいじゃん。こんばんは。ゴン箱黒みとかもきついけどね、普通に。一番くじでゴミ箱とか当たりがちなんで、そういうの使ってる、ちゃんと。こんばんは。私のお母さんも一番くじ好きなんでね、遺伝です。一番くじ意外と実用的なものありますからね。ゴミ箱とか、何がある、お風呂グッズとかキッチングッズとか、何かとお皿とかも、私のラーメンの容器とかも多分そう。あれわかんないけど、ダイキティ、そう、ダイキティとか実用性あるかな。何かとね、お弁当箱とか加湿器とか当たりは何かとね、使えるものがあるので当てたら使ってます。タオルとかも結構ある。でも一番くじもめっちゃ値上がりしたからね。昔500円だったからワンコインのイメージずっとあったけど、500円、今800円とかなので半分以上値上がっとるじゃん。今800円ですね。でも昔ずっと500円だったの、小学校中学校ぐらいまで。高校はどうだろうな、高校ぐらいから650円とか出てきて、650円で今800円。1万くじ高っ。誰ができるの。1000円になったらちょっと厳しいな。
200円しか変わんないけど、800円と1000円も全然違う。ピクミン、ピクミンは別にどうでもいいや。失礼ですけど、ツインテール可愛かった？可愛かったじゃなくて現在形でツインテールなんで。お菓子ギフトもありがとうございます。こんばんは。はい、ありがとうギフトもありがとうございます。ツインテールね、でも若者受け悪いかなと思いつつツインテールにした。まあいいやと思って。ツインテールって意外とさ、同級生男子とかはさ嫌うじゃん。わからんか。弟とかに見せたら絶対キモいって言われる。同級生に見られたくない。一番くじって一番高価なものあるって？景品？なんだろうね。近くの男子は可愛いと言ってました。本当？学生さんには好評。どうなんだろうね。ツインテールあんまいいイメージはないけど、私はめっちゃ好きなんですけどね、ツインテールの女の子超大好きです。でも高校生の時たまにツインテールしてたよ。さすがにこの高さじゃないけど、この辺で。ツインテール好き嫌いめっちゃ分かれる。私は好きですけどね。高め。はじめまして。学生の頃ツインテール多めね。下の方のツインテール。私 STU 入ったのは19歳です。学校決まりあったからね。一つ結びか低めの二つ結びのみ。一応10代で入ってますのでね。確かに小学校はツインテールだったね。一つ結びの子供が少ない。やる。小学校は結ばんでもよかったっけな。覚えてない。結んでたか。シール剥いだ。超綺麗に取れた。見て、汚れ一つない裏側。パモ。ほっぺにつけそう。ほっぺにつけたら捨てなきゃいけないじゃん。私のシール帳に貼っておきます。
こんばんは。後ろの方に貼っとこう、とりあえず。服部さん、かぼちゃありがとうございます。そう、後ろのページに貼っておきました。貼ってあがせるシール帳。昔から身長高いですね。服部さんありがとうございます。小学校の時もまあ後ろから2番目とか1番目とか。ありがとう。シール帳だってさ、このビニール捨てるもん普通に。だからこれシールは、シール捨てるもったいないじゃんこれ。もんがまだ貼ってない。これてんてんぱーさんありがとうございます。なんかすいません。だこのビニールにさ貼るの贅沢じゃない？うわ、クワッスの方粘着力すごい。今半分。ついてる。いけた。壊す。MM さん、お菓子ありがとうございます。今168。でも。高校生は166でした。ずっと高1高2高3。中学校上がる前は160なくて。そりゃそうだよね。小学生は150なんぼで、中学校で一気に166まで行って、ポケモンのページは作りたくないよ。私が集めてるシールまだ貼ってないやつばっかなんだよね。これぷっくりしたやつとか立体系。今の時に貼ろう。え、牛乳飲んでた。しかも牛乳めっちゃ好きで、もう余ってるやつとかも飲んでた。誰か飲んでみたいな。私給食食べるのめっちゃ早くて、めっちゃ一番だった。いつも一番にお盆しまってた。いつかの時中中1か中2か中3か。牛乳買ってきますって。まだ伸ばしたいですか今から。うどむさん、もししかかたん、ありがとうございます。フルーチェはね、意外と食べたことないんですよね。あるんだろうけど、なんかそんな食べてないです。フルーチェには手を出してないです。弟も高いのって、微妙です。173とかほぼ同じ、ちょっと高いかなぐらい。私が思ったよりめっちゃ伸びたよね、多分168。超綺麗に撮れた。天才。微妙の弱いよ。
170は十分高いけどさ、私が168あるからさ、168って女の子からしたらめっちゃ高いじゃん。だから兄弟も絶対高いでしょって思うじゃん、180とかさ。そう、その割にはって感じ。ドラゴンボールのくじ引いてない。今着てるのはパジャマです。着る毛布。お母さん163とかじゃない？2とか3とか。なんで伸びたんだろうね。私いっぱい寝たけんかな。めちゃめちゃ寝たよ。寝るの好きですから、昼間で寝ちゃうので、休みの日は。小学校の時からめっちゃ寝るし、めっちゃ食べるし、めっちゃ寝て、めっちゃ食べて、めっちゃ寝てた。健康体です。いや、牛乳飲んだから。家でも飲んでたもん。実家は牛乳常備されてるんですよ。何時間ぐらい寝ますかって。まあ9とか10とか、じゃないか、日付変わるまでに絶対寝てたんですよ、学生時代だから。まあ10とかか、長い時12とか。中学生までは日付変わるまでに寝てた。だから日付変わるまでに寝たら、朝10時とかまで寝ても10時間。こんばんは。0時超えたことなかったですもん。高校になってテスト勉強とかあって初めて0時超えた。今も余裕で超えてますけどね。焦ってたよ、やばい0時超えたって。でも中学校まで超えたことないです。だから、え、って意外と。でもさ、超えてる人多いじゃん、最近の若者。小学生でも0時まで起きてるみたいな、中学生とか。だからそれに比べたら私は早く寝てたなって。小学校は23時とかまで起きてたらやばいみたいな。10時とかに寝てた。9時のドラマ見て寝てた、見ながら。10時とか。クリスマスイブの夜は早く寝ないとサンタさん来ないってお母さんに言われたって。まあ寝てたんでね、普通に来てましたよ、サンタさん。いいね、サンタさん。もう一回のワクワクを味わいたいですね、枕元。クリスマスの朝超楽しみじゃん。今来てないですよ、もう小6ぐらいから来てないです。11から小6が。心が汚れたってことですね。靴下履いて寝てない。置き配クリスマスプレゼント。事務所行ってください。はい、取りに行くスタイル。
心が綺麗な人にしかサンタさん来ないから。サンタさん何歳まで信じてたって？小6とかじゃない？いつまでだろう。でも来なくなったなと、まあ中学生だから来なくなったんかみたいな感じで思ったから、多分中1とか中2かな。今も信じてますかと思ってた。もう周りに教えられ込まれました。ネタバラシはされてないですからね。宗行家にもいるかもしれないし、ネタバラシとかはされてないです。周りに教え込まれた。均等に乗れないです。クリスマスまだ早い。クリスマス来たらあっという間にお正月ですからね。あの辺の時の流れめっちゃ早いから。親にサンタさんから何もらったのって言われてたから親とは思わんかった。私もですよ。しかも親のプレゼントと別でサンタさんいたから、よりなんかサンタさんいた感じしましたもん。昼間にお母さんからクリスマスプレゼントもらってみたいな、ばあちゃんからももらって、で夜サンタさん来るから別で。一人しかいない。こんばんは。あんと同じデパートで買い物するんだとか、思わなかった。そんな、わかんない、ラッピングされてるし、しかも一回も起きたことないです。だから完璧だったんですよ。見かけたこともないし。ああ。本物が来てるかもしれんわ、これは。ラッピング同じじゃなかったんじゃないかな。そこまで頭回らんくない？てか大体さ、クリスマスプレゼントのラッピングって赤のやつだからさ、あの赤の髪の大体あれじゃん、赤髪、男の子緑みたいな、どこで買っても大体あれなんで。赤の紙で包まれたやつ。サンタさん捕まえるために罠仕掛けたことない。クッキー置いたこととかあるけど、手紙と。でも食べてなかったよ、多分忙しいから。多分いちいちその頃の私と弟は忙しいし、いろんな家庭でもらってるから食べれないんだろうなって解決した。いろんな家庭でこうやっておもてなしされてるから、もう食べれんかったんかなって。なんて平和なんでしょう。みんなに配ってるから忙しいか、みんなからもらっててもう食べれないかのどっちか。
素直な子まあそんな時期がありますよ、みんなにもあったんですよ、皆さんにも。ね、お腹いっぱいもないし夜中中に配り終えなきゃいけないから多分食べれんのかなっていう。記憶にございません。ね、クッキー覚えてたのはめっちゃ記憶ある。トミカの弟が、トミカのクッキー親に聞いてます、聞いてみますって覚えてくれとんかね。有意義な電車時間過ごせましたって、電車だったのね。トナカイが空飛んでることに疑問を通って、それはサンタさんの魔法ですよ。英語の教材届いたことないけど英語の DVD あるかも。英語の DVD、 歌とかがいっぱいのあるやつ。今も歌えますか？歌えません。不思議なやつだったな、変な世界観の。何なんだったんだろうあれ、夢の、なんか夢のような不思議なやつ、不思議な DVD。 なんか人形が階段をカチッカチッカチッって登っていく映像、不思議な。あれ何だったんだろう、思い出したいな。でも無理だな、いろんなおもちゃが出てくる。今も家にあるかなって、どうだろう、全力で探したらあるかも。調べたら出てきそう。確かに確かに、その年代入れて調べたら出てきそう。2004年5年とか6年とかその辺で、あとで調べてみよう。DVD、 出てくるんかな。こんばんは。見たら当時の記憶よみがえりそう。確かに悲しくなりそうやな。でも出てくるといいですねって、まあむずそうだね。海外のやつかな、海外のおもちゃ屋さんとかで買ったんかもしれんし、にあの日本にある海外のおもちゃ屋さん。嫌な思い出。あ、そう、トイザラスみたいな、なんか海外のさ、ぬいぐるみとかいっぱい売ってるお店あるじゃん。めっちゃ見てた英語の DVD あるけど思い出せないな。
これは実家で探すのが一番早い。エビフライがでかすぎてお腹いっぱいって、オリエント言ってる。いいな。出てこないな、簡単な検索じゃ。たまごっち持ってたよん。ハンバーグ、どこのハンバーグだ。たまごっちね、今も流行ってるよね。でも今スマホゲームいっぱいあるけんさ、たまごっちで満足できるかな、あの3つのボタンで。白黒カラーもあるけど、そろそろ終わろうかな。21時ですね。ポケモンカード？え、最近のゲームだよねそれ。めっちゃ回ってくるようになった最近。さすがに手出さんけど、ポケモンカード引いていくやつでしょ。はじめまして。ね、最近始まったやつでしょ。回ってくる CM がツイッターとかで。こんばんは。ポケモンカードは知らんけんな、全く。買ったことない、だから分かんないです。それでは団長読みます。13位理化学研究所さん、12位ムーランさん、11位ママさん、10位ヤーくん、9位ルカさん、8位おいもちゃん、7位ゆうたパパさん、6位たけるくん、5位つばさほしいさん、4位やするぱんさん、3位はっとりさん、2位みきやくん、1位うどむさん、ありがとうございました。ということで今日は小戦祭ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。まったねー。ラッキーさん、かわいい、ありがとうございます。おやすみなさい。お疲れ、ありがとうございます。お疲れー。